沖ノ巣地区は徳島市の行政上の地区である。徳島市の東岸に位置する。1926年に徳島市に編入された旧沖ノ巣村と大まかな位置は一致するが、範囲はやや異なる。吉野川、デルタ最下流部に位置し、かつての湿地帯や旋海が、近世以降の自然体積や干拓、埋め立てで陸地化した土地である。北は、吉野川、南は、 新町川で限られる。西には、沖ノ巣川が流れるが、沖ノ巣地区の内末広、南末広町は、沖ノ巣川の対岸にあり、福島などと陸続きである。東は、北海峡に面すが、東沖ノ巣は陸続きでなく、沖合の人工島である。大半は、住宅地。県道三十八号、二百四号などの幹線道路沿いは、商業地が広がり、東沖ノ巣は、 工業地である。唯一陸上で接する西の伊藤地区との境界は町境と一致せず、畑三丁目の一部も沖ノ津地区に含まれるが、この境界は旧徳島市沖ノ津村間の市町村境とほぼ一致している。人口は徳島市による推計。砂地を利用して伊藤ネギの栽培が盛んである。東沖ノ津の埋め立て地は工業用地になっている。 段階的に堆積、干拓、埋め立てされてきた地区で、ほとんどは、かつての川や海である。1646年の古地図、忠秀ひでみよご参加では、金沢や末広は、沖の巣川の稼働で、南北沖の巣の東半分と、東沖の巣は、海だった。1926年に、徳島市に編入された旧沖の巣村と、 おまかに一致するが、沖の巣村の大技大岡浦は除外される。逆に、1928年の市長村境変更で、徳島市に編入された旧川内村大技、金沢神殿を含み、また、東沖の巣は1986年以降の埋め立て地である。マリンピア沖の巣徳島小松島港に浮かぶ人工島、沖の巣流通港湾や東沖の巣とも言う。 徳島工業団地マリンピア沖の数値にある工業団地イオンモール徳島2009年に閉店した徳島リバーシティア土地に開業したショッピングセンター徳島市中央卸売市場徳島市が設置している中央卸売市場沖のスマリンターミナルマリンピア沖の数値にある多目的ホールを中心とする複合文化施設高速バス路線バスの一部が発着する バスターミナルでもある。徳島県立人権教育啓発推進センター、沖ノスマリンターミナル内にある、徳島県内の人権問題に関する施設。沖ノス台場跡幕末に、津田台場の副台場として対岸に設営された台場で、現在は、沖ノス公園内に、跡地が残る。恵比寿神社、安政内海地震の様子を刻んだ、百度獄が立って、おり、 福島市民遺産に選定されている。ありがとうございます。